どうも、ロコです。それでは今回も引き続き、無双オロチ2でメインストーリーを進めていきましょう。メイン、そうだね、メインストーリーだね。ということで、だいぶ続いたんで、そろそろ、あ、これでもしかして終わりかな ?6 章は。じゃあ、玉物前封印戦やっていきましょう。内容必ず対処しますよ、島津義弘。ということで、じゃあ準備してやっていきます。難易度は普通。英雄たちは巨像を倒し、神教の世界を脱出した。あとは玉物前を倒し再び殺生石へと封じるのみ。それでこの騒乱は収束するはずである。封印には復帰女から旋回の将も力を貸してくれるという。だがそれにはまず玉物前の力を削いでおく必要があった。ならば人界の英雄たちは己のなすべきことを知り強くうなずく。玉物前と戦いこれを打ち破る。直江兼続たちは騒乱に決着をつけるべく戦場に向かう。玉物前の封印、お主らの力を借りるとは面目ないの。知っての通りあやつは妙な手を使いおる。わしらでも相手をするには骨が折れるのよ。いえ、玉物前と戦うのは我らの意志。あの者を放置するわけにはいきません。俺たちはこの世界を守りたい。そのためなら戦う覚悟があります。そうか、ではよろしく頼む。お前たちには奴の力を削いでもらいたい。妖力が強いままでは封印はできない。とにかくできる限り弱らせてくれ。承知いたした。俺たちに任せていただきたい。散々引っかき回されたが、この戦で全てひっくり返してやる。怪しげな術にはもう惑わされぬ。我らの気概で邪神の輩を封じるのだ。さて、力を削ぐってことは倒すわけではない、まあ倒せるわけではないってことか。で、まあ一応なんかボス戦みたいな感じですよね。なんかなんだこれ、気持ち悪い敵。おっと、なんか敵はちょっと強いな。で、なんだっけ、相手出た。ラッキー、リョフ、あ、まあ操ってんのか。はい、で、わあ、どんどん来てんだ。対峙とか久々すぎてちょっと忘れたけど。減らねえな。やっぱ6章最後ってことか。よし。なんか気持ち悪い、本当に。よいしょ、よいしょ、このままで、こうして危ない。まあ片端からもう倒すでいいのかな、何も考えずに。なんかおい、ジョンジョンなんかあれね、もうなんか正面突破してるって感じですね。なんかそれはそれでちょっと違う気がするけど。ほら、ほら、このかー、ちょっと硬えな。やっぱり一応攻撃力上げてるんですけどね。よし、でどんどん進めていこうか。あ、攻撃アップ。よし、今のうちにどんどん行っちゃいたい。今のうちに詰めますよ、どんどん前へ。いやー、相手ね。あ、そいつ、こいつか。OK、 さあ攻撃上がってるうちに。お、来た。
ジェフどこいた？俺を楽しませて。なぜ迷っていてはまあ両方基本的に頭悪いからな。ワオ、あぶねあぶね、ちょっと見て、あぶ、お一回やろう、またたまに直すか。ふう、まあこれで力さえ倒せばね少し流れ変わるから。どうよ、ほい、わお、体硬い。一段と冴えておいでですな。オッケー、ふう、まあついでに拠点も倒せたからいいでしょう。で、お、玉物迷子復活って出たか今。まああれだね、まだ武将がなんか5、6人まとめてやってくるみたいなことがないから、まあまだやりやすいね。ご両親で殺されるってことはないね。ご両親することはあってもご両親されることはなさそうだ。お、阿部の生命忘れたね。ほう、おお、すげえ。いくら倒してもこれではおそらく玉物前の仕業によるものでしょう。何か手を打てればいいのですが。玉物前、やはり侮れぬか。この地には流血があるのだ。それを利すれば、うん、敵の伝出を防げる。お、見たことない豚がいる。おい、わあ、ちょっときついな。あ、攻撃上がる、よし、オッケーオッケー、痛い、やめて、ボーン、はい、いた、危ない、そこだ、おっ、よし、ああ、もう一丁、はい、どつこいパンダ、よしで、ああ、くそ、痛い、急にご両親でやってきたな。いずれ来るとは思ったけど、ここで来るかい。あぶね、なんか無双の音が聞こえる。やべえ。もう一回あれやるか。三。たまった。どうだ？一回やろう。いいんじゃない？ほら、はい。あれ、なんかあれ現地を、あれなんかあれ？あ、倒したのか。あとあれですよね、太子寺と直江兼次がちょっと武器弱いんですよね、一段階。やろ、ほい、あっ、あっ、そしてしまう、ちょっと待って、
おわっくそ、でけえな2人と、あれだな、画面が見づらくなるっていう、あれも妨害もあるな。うわっ、おはー、やめてくれー。よいしょ、これ間ね、長いカナスゴのターゲットアクションが何発も使えるからまだいいや。よし、ふう、あ、倒せた。オッケー、で敵の戦力もだいぶあれかな、削いできた、戦意も削いできたかな、士気なんか敵が当たり弱くなってる気がする、心なしか。でこれで 何をしてくれるの。おお、あら家計か。あー、 これでまた、よ、4人出現面白い。家具土に次第を放す、火を消せるだろう。あ、何出ねえ兵ということはあれか、守るって意味ではこの辺の武将を倒さなきゃいけないってことだな。オッケー、倒していきますよ。ちょっとオッケー、あとはお、おい、あ、くそ、うまく、おい、あら、落としちゃった。オッケー、よし、あとはここは誰が来る。アベノス大丈夫か。何をする。バーン、こんなのあんの、びっくりした。ちょっと、こいいんじゃない。よし、おっしゃ、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。で、あ、まだ来てるぞ。あれ風景が、 あれ火まだ消してないのか。ちょっと、おいおい、そういえば平良清盛まだ、そういえばどうしたんだっけ今さら。おい、よいしょ、ふう。でちょっと待って、なんか大丈夫かな、なんか単独行動する武将もいるけど、まあ丁寧に行くよ。よし、いた、いた、やばい、はい、危ない。お、こんな、いいんじゃん、いいんじゃん。ちょっと味方多くて逆にやでやりづらい現象が。くそ、
いいんじゃいいんじゃ。ちょっと待てよ。ほい、よし入った。オッケー。で、起きた。ここで一回ぶち放そう。うん、オッケー。どうや、ほらほら、いいんじゃいいんじゃん。4人の力だね。あと2人どこだ。これ3人目、4人目どこにいる。まあ倒したか、もしかして。あ、いた。あ、はみ出しもんがいたか。おいもういろんな武将がガンガン行こうぜになってるからやべえ。おらー、お、誰だ。お、やばい、あぶねえ。オッケー、アイテムが、この野郎。よし、でこれでようやく時間かかったな、なんだかんだで。あれ開いてないのか。よし、俺たちも一緒に進むぞ。あれ、あ、そうだな。お、買い物買い物、よし、感謝いたす。流れ込みじゃ、勝ち込み。おい、お、たまもの前。おい、おい、おい、よいと、よし、うん、うわ、危ねえ。なんかゴリゴリ減ったんだか。誰だ、誰、誰の力今。やめてよ、もう一回ゲッ、弾としいな。わお、危ねえな。ちょっとだっ、おい、ダッキーをはめ殺しないと。よし、オッケー。ふう、で、あれ、ダッキーのアイテムは取った、取ったか。あとは玉物前だ、あっちか。ほい、なんかアイテムがあったな。ガードは硬いね。これだ、無双。ちょっと待って、よし、なんとか倒したけど、いやー、しんど。いやー、やっと追いついたよ。しんどいんだけど。いやな、今回はね、いろいろゲージも温存してきたから HP は減ってるけど。よし、行くか。あれ、みんな来ないよ。みんなと行きたい。もうちょっとビビってるからね。いたずらが過ぎたな、ちょっと待って、私が叩き直す。まずこれを一発入れていく。はい、さて、さっきみたいにもうご了承なんかさせるわけにいかないからな。ちょっと待てよ、内部ね、島津で行きたいんだよね。島津がね、攻撃もあって硬いからさ。わお、危ないよ。
なんだこれ、な、今何が入った、なんか無双ってんだ、やばい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 、なんだちょちょちょ、あぶねー、なんかもう、もう怖え、ないで本当に普通かよこれ、あぶねー、あぶねー本当にもう怖かった、集中した、まずは満足、ようやってくれた、これならば玉物の前を封印できよう、アナウラメシア、このわらわがそちらなぞ、恨み事はまた石の中でお願いします、あら？ないの、まあいいか、きっとまた、わし気になっとるんじゃが、殺生石の封印はなんで解けたのかの、オロチの力の名残を偶然得たのでしょう、おそらくそれで封印がほころびたのです、その後はダッキを利用し負の力を集めさせ封印を完全に解かせたのだと思います、ならばまた何かのきっかけで封印が解けることもあり得るんじゃね、この先何が起きるかわからんし、ダッキも取り逃がしちゃったしね、それは否定できません、今回の件も予想外でしたので、同じ騒動を繰り返してはなりません、確実に封印する手立てはないのですか、確実に封印ですか、ああ神経が使えるかもしれません、神経は旋回の表、本来魔を封じるためのものなのです、神経ってのはあの女が持ってた鏡だよ、これは割れちまったんじゃなかったか、ええ、この時代にはもう存在しません、
心境を得るためには過去へ戻らなくては。なら俺を過去に行かせてくれ。鏡の中に連れてかれたあの時によ、首打ちであんな場所に飛ばされた挙句、戦いたくねえ相手と戦わされてよ、鏡の中に閉じ込められさえしなきゃ。みんなそう思ってるはずだぜ。観音殿、確かにそうですね。では皆で過去へ戻るとしましょう。と、心境操作戦ということですね。ちょっともう一回話してみようか。鏡の中に閉じ込められないよう今度こそ気をつけないとね。もう一度剣心と戦うのも悪くはありませんけど。わしも面白かったんじゃが、雪村が今でも落ち込んでてかわいそうだね。雪村気にするタイプか。で、じゃあちょっと流れつかめないんですけど、なんかそのまま普通にまたエンディング迎えたんですよね。で、6章のまた派生か。じゃあまた改変後みたいになってくんのか。これも完全に鏡の中の世界の話だもんね。うん、まあとりあえずまあぐだぐだね言ってもしょうがないんで、まあ続きはまた今度やるとして、まあひとまずね区切りは迎えてますんで、一旦これで終了としましょう。それではまた失礼いたします。